メリカでその演奏する前にもう試して切ってるんで。素敵。うちのおばあちゃん切れてたらしい。切れちゃったんで、はい、一回取って補強入れて裏返しにして切れてない方が表にして縫い直してます。ここ 1.5 センチぐらい切れてる中に。はい。それで一周で言うとそれで12センチぐらい詰めてる。おー。あのファーストライダースでルイス買ってるっていう40代ぐらいでした。3、40代ぐらい。めちゃくちゃ多い。ご視聴いただきありがとうございます。どうもこちらしゅうせいです。おはい、現在ですね高円寺に来てるんですよね。で何をしに来たかというとですね、ずっと来たかったあの LDFS さんの店舗の方にお伺いしたいと思います。で今回、お願いすることとしてはですね、まあ採寸を直してもらうであったりとか、あとはお直しなんかもしてもらえるということで、ちょっとねずっと来たい場所だったんで楽しみです。それでは行ってみたいと思います。さてさて来ましたね。しかもバイク乗られてる方にとっても交通の便がいい場所にあるんですよね。はい、ということで来ました。じゃじゃん。もうね、革ジャン好きな人は好きな空間ですよね、もはや外観でわかる。うわー、しかもバイクかっこいいな。それでは行ってきます。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。すいません、急遽。ありがとうございます。はい。LDFS さんの平川さんですね。はい。よろしくお願いします。ちょっと今日は、店内の取材をさせていただきたいのと、あとはちょっと修正とかいろいろとお願いさせていただいているんで、そこら辺も、はい。お話できたらと思います。それではよろしくお願いします。で、店内なんですけど、小物とかも、は本当はもっといっぱいある、はい、あったんですけども、はい、なんか忙しくなっちゃって全然作れない。なるほど。すごい、ポケットティッシュとかもあるんですね。これは売れ筋ですね。すごい。何百個売れたか。そうなんですか。安い、800円ですもんね。これは革の素材によっても変わってくる。いや変わんないです。あ、一律で800。これは皆さんぜひお買い得なんで。まとめて買われる方も結構。そうですよね。ちょっと僕も後で買おうかな。すごい。あ、コインケースも。今全然だから小物みたいのなくて、本当はバッグとかもいろいろやってるんですけど。はい。他にもバッグ以外にも小物とかあって。ちょっと財布、バッグ、あとなんかね、こうキーホルダーみたいな。この形したキーホルダーみたいな。わ、本家を先にやってた。もしかしたらそれをパクって本家が作ったかもしれない。僕がパクってちなみに今日着られている革ジャンは、これはあの613ユナイテッドプラロです。ああ、はい。それを詰めて、はい、それで茶色だったの黒く染めた。すごい。あの新生さんの動画見て、はい、デュラブルポケット前側に前側にああ、めっちゃいいですね。確かに、そうなると、やっぱデュラブルっぽくなりますね、一気に。ただ、ファスナーが金で黒っていうと、なんか伴奏っぽくないですか？確かに。僕、一瞬伴奏かなって思いました。そう、金で。いや、いいですね。ちなみに着用年数はどれぐらいなんですか？いや、これまだ1年ぐらいかな。そうですか。だいぶ馴染んでますね。結構なんかね、自分で、あの、ツヤ出しで塗ったり、色々やったから、汚らしい感じの。おー。そうですね。参考になります。いや、いいな。僕もショットこうしようかな。めっちゃいいですね。ここは、はい、うちにもともといた職人さんが自分で独立して、はい、ハイニーっていうブランドやってるんですけど、はい、そこの小物とかを置くコーナーにしてるんですけど、ちょっとコロナにしばらく浮いてなかったんだけど、また最近再開して、はい、在庫させてもらってるんで。デニムの素材のものとか。なんか、色落ちしないデニム。
僕たちはこだわってものを作る感じの子で。いやいやいや。このデニムも販売ですか？はい、デニムも全部オーダーなんで。ああ、なるほど。はい、あ、と、ということは、レザーだけではなくて、はい、デニムも。レザーとデニムのフルオーダー。いやー、いいっすね。それもちょっとやりたいな。もともとがジーパンのオーダーの話があって。あ、レザーが最初じゃないんですね。ああ、そうなんですか。なるほど。こういうベルトも作ってください。これはね、めちゃくちゃ熱いんだけど、これ、アメリカで切ってもらって、要は、はい、日本に革輸入するときって、塩蔵って言って、使用漬けになってくるんですよ。はい。それから塩抜いてってやって、まあ、熱い革は日本にもあるんだけど、はい、やっぱ痩せちゃうんですよ、ね。うんうんうん。だけど、これ、アメリカで、その、塩蔵する前にもう、舐めして切ってるんで、痩せないんですよ、これ。じゃあ、長く使えるってことですね。はい、これ、別注で作ってもらって、めちゃくちゃ熱いんですよ。この分厚さ、初めて見ましたよ。いかつい、うん、だいぶ重いですよね、多分。そうですね、ここになんか巻いてるなって感じうん、けど長く使えるのはいいですね。そうですね、あんまり変形しないんで。へえー、なそして奥の方が、すいません、両側で、はい、まあ、それに採寸とかね、うんうんうん、ここで鏡の前でやったりするんですけど、はい、で、作業場の方が大きくて、はい、お邪魔します。素敵。ミシンまあ、これがメインなんですけど、はい、僕は人生のほとんどここで過ごしてるいいですね、はい、いろいろオーダーとかもオーダーとあと今あのお直しがすごいんで。ああ、なるほど。お直しを扱ってて、はい、あんまりこう場所言いたくないけどここにあって多分5、60着常に、はい、はい、ありがとうございます。貴重な空間を見せていただいて、どんどんいや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 、オーダーのパターンがここら辺に。ああ、なるほど。そしたらいろいろとちょっとお願いしている修正のものがあるんで、はい、そうですね、はい、お話できたらと思います、はい、お願いします。お願いします。はい、そしたらお願いしていたものですね、はい、ちょっと修正してもらったんで。これってどこ、これどう、謎のなんです謎の箱っぽいなと思ったんですけど、謎のブランドです。結構あの海外のから買ってきたこう古い、この辺だともう50年代とか50年ですかね、こういうなんかライダースって大体こう絶対リペアは入ってるんですけど、なんかこうお家のおばあちゃん手で直したのが多いんだけど、これもそのタブに漏れず、はい、そういう感じで、これちょっと遠いんですけど、この辺がもう手縫いで、ここは出来上がり線なんですけど、こっち側に縫い込まれたりして、はい、だから直すときちょっと出して、はい、持ってんで、ここ目立たないようにちょっと色々したんで、ありがとうございます。はい、ただ、革の状態はまあ、ちょっとオイル入れた方がいいかなってなるんですけど、そうですね、裏地もなんかそこまで傷んでなくて、あの、張り替えっていう、でも張り替えってないと思うんですよ。この糸が、元の糸と同じ色してるんで、だから、裏地の状態は割と、はい、表に、いい感じ。変化がかっこいいな。そうですね。はい。次の。はい。はい。ハイウェイマン。ハイウェイマン。これはなんか、でもこれもまあ手縫いで。基本手縫いで直してる。外からこれに、こう、糸をかけてあって、ね、だから穴が残ってるんだけど、これも全部切って、はい、割とこの辺が、こう、ぐにゃって曲がって縫ったりしてるんで、はい、悪さしてるんで、それを切って、それで直したんですよね。はい、完璧です。なんかどっか脇でしたっけ？脇のね、これも破けしたからね。なんかこの辺がすごい破けた。そう。確か両袖とも。そうですね。はい。あの完璧に直していただいて。あとなんかベルトがちょっと取れかかって、そうなんですよ。で、これがもう切れちゃったんで、はい、一回取って、補強入れて裏返しにして切れてない方が表にして縫い直してます。すごい。ありがとうございます。完璧な。なんか、この辺は中に芯入れて、はい、バリバリになったので、もう開いちゃう、開きに。ああ、はい。それは閉じて、こっちは確か皮入れたのかな。ああ、ありがとうございます。はい、そんな感じで。すごい丁寧にしていただいて。ありがとうございます。やっぱり皆さん、あの、革ジャンがね、破れちゃったりしたら、
来てください。そうですね。はい。あとね、これ僕、レクソルに行った方がいいと思うんですよ。あ、やっぱりそうですか。勝手にこう塗っちゃうと、あれだから塗ってないんですよ。ちょっと、ここだけ塗ってみたら、やっぱ塗った方がいい感じ。いい感じになってる。ああ。それもメンテナンスしないとですね。はい。自分ではどうしようもなくなっちゃってて。はい。そうですね。でもなんかそこだけ直せば、なんか両方とも全然切れる感じになってない。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして問題の、はい、ものがあるんで、はい、ショット。ショット。はい、お願いします。ショット。はい。なんですけど、ちょっといろいろと修正してもらいたいところがあるんですけど、はいはい、この襟がだいぶ死んじゃってるんで、はい、ちょっとファーをつけて隠したいなと思って、はい、それもできますか？できます。それをお願いしたいのと、はい、あとは問題もここですよね。フロントジップ。公開やんな。公開やんな。はい、襟のそこだけちょっとお願いです。ファー被せるんだって言うの？はい。あ、わかりました。それか、ブリーツみたいに、はい、ここだけちょっと切り替えちゃう。あー、なるほど。チクチク多分。ですね。おしゃれは我慢というか。そうですね。したら、もう一着。はい、すいません。はい。サンジャさんとチームしてるかなり考えると。そうなんですよ。よく知りますね。はい。結構こういうお直しも多いですね。多いですね。これどうしよう。肩は、ほんと詰めたらいい。そうっすよね。肩ただ詰めると、チョークリーチを移動することもできるんですけど。この、はい、アクションブリッジの見えてる部分も減っちゃうけど、はい、ここ 1.5 センチぐらい結構中に。はい。やっぱ当時物だとでかいんですかね。いや、そんなことない。ただ全部今のものでも、サイズまちまちなんですよね。ああ、そうですよね、はい。特に海外のブランドは、そうですよね。レースも結構まちまちなんですよ。でも、カラーは今っていうのと全然違うんです。そうなんですよ。表記見るとホース入ってます。ホースですね。はい、で、この、そうですね、底を詰めたいですね。はい。ちょうど鏡で、はい。前から見てます。はい、絶対でかいですね。42ぐらいある感覚なんですよね。そう。大会42ぐらいで。そうなんです。割と、はい。これで一周で言うと、これで12センチぐらい詰めると。おー、結構詰めるっすね。結構詰める。12センチでも、やっぱ42くらいですね。そうですね。はい。はい。はい。お願いします。あとは問題なさそうですかね。はい。あとは、まあ、皮の状態もいいし。はい。問題ないよ、はい、中も大丈夫そうですね、はい、それをお願いでした。はい、はい、はい、いやー楽しい。納期は大体どれぐらいになるんですか？今90日から100日に、はい、了解ですね。お願いされる方は早めに、はいはい、やった方がいいかなと思います。そう。ちなみにこういう、はいはい、ブランドのサイズの変更とかって、はい、どのブランドが多いんですか？今はもう圧倒的にルイス。ルイスなんですか？はい。へぇー。もうルイスだらけです。ちょっととかではなくて。ルイスとは2番目かな。今はルイス。グーンってやつ。やっぱ、あれなんですかね。サイズをしっかりしたんですかね、ルイスの方。いや、みんな詰めるんだけど、はい、T、タイトモデルでも、はい、T 選ぶ人ってね、痩せてる人も多いんで、これはさらに10センチぐらい詰めて。僕自身も 3T だったけど、はい、結局1センチぐらい詰めてきてました。そんな詰めました？最初我慢しようかなって言ったけど、カーバーに外れてどうしても、あ、なるほど。なんかちょっと痛い。はい。だからレギュラーだと思って低いんだろう。日本で一番売れてるぐらいですね。そうですね、ルイスですね。ルイスが売れる、こういうふうに今流行ってるから、はい、僕、人にこう、革ジャン屋だって言っても、ああ、芸能人は誰々がテレビに来てますよね。ああ、ルイスのあれで。ルイスのあれで。
でも昔ライダー作ってる時誰が切るの、うん、親戚のおじさんとかに言われました。お前誰が切るんだそれ。お前は仕事ないよって顔してるんです。顔してるこれ切るとや九州のおじさんですね。ファーストライダースでルイス買ってるっていう40代ぐらいでした。3、40代ぐらいめちゃくちゃ多い。素敵ですね、自分のサイズにちゃんと直す。そうですね、なんかそれがいいって言ってくれれば僕は嬉しいですけど、うん、はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。で、この後の動画で、ちょっと対談というか、いろいろと川についてお話しさせていただきたいと思うので、ぜひともですね、チャンネル登録してお待ちください、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。